皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日もですね、ラバちゃんのゲーム実況攻略、ゲーム実況のやり方講座をご紹介していきたいと思います。本日ですね、ご紹介いたしますのは、まあ前回言いましたけども、 YouTube で予約配信の枠作りのやり方をご紹介していきたいと思います。まあね、ゲーム実況の中で配信っていうものはね、皆さんやっていきたいと思っていると思いますけども、その配信をですね、めちゃめちゃ便利にやるやり方で、今私ですね、自分のチャンネルのトップページ来てるんですけども、下の方にグリッとやってきますと、こちらですね、今後のライブ配信っていうのがあるんですよ。で、これ枠なんですよね、通知すると。で、24日金曜日にこちら参加型のハンコンドリフトを KX でやりますよっていう。で、これクリックしますと、このような感じでもう枠出てくるんですよ。で、この時間になったら、配信まで21時間後ライブ配信って出てると思うんですけども、この時間帯に通知するってやると、見たい方に通知出る気いるんですよね。なので、これめちゃめちゃ便利なんですよ。ちょっと戻りますけども、で、これ土曜日で、土曜日は、私ラジオを呼ばれてまして、こちらのラジオの方に行くと、美少女がたくさん来るので、2リットルのハイボールを準備して待つと。これ私全く内容分かってないんですけども、お呼ばれで行くんで、ラジオで、これも枠また作れるんですよ、別枠で。で、こういう枠をですね、いろいろ予定で作っていくと、スケジュール帳とかがいらなくなると、 Twitter とかでよくやるあのスケジュールがいらなくなるんですよね。YouTube の画面見ていただければ、あの配信皆さん視聴者様で見ていただけるんでね、私の多いこのトラックの方とかはこれで通知して来てくれるんで、はい。で、このやっぱね、サムネがこうやって大きく出るっていうのもまたいい。やっぱあのちっちゃいサムネよりこうやって大きいので見てもらった方が分かりやすいですよね。韓国観光って書いてあるのは、韓国観光するんだなと。ね、韓国見たいなっていう方は来てくれるんで、はい。で、このやり方はですね、前回ご紹介した、エンコーダー配信だとできないんですよ。なので、こちらの方の枠の作り方っていうものをご紹介していきたいと思います。はい。で、上の方ですね、こちら上の方の右上に作成というボタンまたありますんで、こちらの方をクリックします。で、そうしますとライブ配信を開始が出てくるんで、こちらライブ配信開始をクリックします。はい。と、そうしますとですね、皆さん大体エンコーダーの方に最初こうなってると思います。一番上ですね。で、このエンコーダー配信の下の部分でございます、こちら管理、このカレンダーみたいなマークですね、こちらの管理のボタンをクリックでしますと、こちら先ほどの枠が出てくるんですけども、これ最初皆さん何もない状態になってると思います。はい。で、何もない状態になってると思いますので、こちらライブ配信のスケジュールを設定ですね、こちらクリックすると新しいのが作れます。はい。と、これちょっとバグってますな、これ一番上ちょっとバグってますけども、このような感じで、あの過去の私が配信したものが出てくると、めちゃめちゃ配信してるでしょ俺。つってもね、これ何ヶ月前だろう、半年前ぐらいまでのものしか出ないんですね。それ以上前のものは出ない。はい。で、例えばなんですけども、これ新しく作ることもできますので、配信やったことある方であれば、枠作ったことある方であれば、こちら枠新しいのを選んでいただくと。で、やったことない方はこちらですね、あのニュークリエイトのボタンありますんで、こちらですね、クリックします。で、そうしますと新しく出てくるんで、で、こちら設定してないと最初全部ゼロで出てくると思います。このような感じで何もない状態で、こちらでタイトル選んでってください。例えば、まあ皆さんよくやるのが雑談配信とか、アバラジオとか、こんな感じで多分やると思いますんで、まあ自分の好きなタイトルですね。で、こちらに説明書き、まあもっとね詳しく書いた方がいいと思いますけどね。で、例えばゲームだったらゲームで、ラジオだったらラジオで、ラジオだったらエンターテインメントとかかな、これですね。ラジオであれば、で、ゲームだったらゲームでいいと思います。ゲームタイトルで、で、サムネ、サムネはちょっとこっちあんまないんであれなんですけども、サムネもまあこのような感じですね。サムネもこうやって選んで、で、これ再生リスト、まあ再生リストもですね、皆さんいろいろ作っていただいて、こちら、あの新しい再生リストをボタンを押すと再生リストが作れますんで、ラジオだったらラジオで作
作っちゃっていいと思います。はい。で、子供向けではございませんので、で下でタブとかまたこうやって選びます。タグもちゃんとね選んでください。であとコメントとか細かいとこ選んで、で収益は私は収益使えるんで、1000人以上超えると収益化できるんで、収益するかしないかで、カスタマイズチャット、全員なのかチャンネル登録者のみなのか、まあ私はチャンネル登録者のみにすることが多いです。はい。でカスタマイズが終わりましたら、次公開設定で、こちら公開なんですけども、まあ非公開とか限定とかいろいろあると思いますけども、ライブスケジュールいつやるかとカレンダーで選べますんで、選んで、で時間を選んで、で完了を押すとこちらに登録されて、先ほどのように、出てきます。先ほどのようにあの YouTube のチャンネルの方に出てきます。はい。でこちらでまあ基本的に枠をいろいろ作っていくということになります。で枠作った後にですね、こちらなんですけども、ストリームキーがいろいろ選べるんで、私これあのハンコンドリフトなんでレースってつけてますけど、こちらで新しいストリームキーっていうのが作れて、レースゲームだったらレースゲームのストリームキーっていうのを別に作れるんですよ。ラジオだったらラジオ、じゃあ書いてありますね、 APEX、トラック配信、デッドバイデイライトとかいろいろ書いてあると思うんですけども、これを作っていくと、作っていった方がいいです。なんでかっていうと配信の事故が少なくなるんで、レースの、配信するときにデッドバイデイライトの配信しちゃうとか、それがなくなるんで書いちゃった方がいいと思います。はい。でこちらの部分で、作ったものに関してストリームキーがあるんですけども、これをまたコピーして、まあ配信当日ですね、当日になりましたらこちらのストリームキーを、まあ配信30分前ぐらいに準備皆さんするのかな、でその時にコピーしまして、こちらですね、 OBS の設定から配信ですね、でストリームキーがあるんですけども、こちらの方に貼ってペーストですね、して適用すと、でそうするとこのまま配信ボタンピッと押せば、こちらでまあレースゲームやってるものがレースゲームのさっきの枠で配信できると、他の枠ではなく、で間違えるとエンコーダー配信しちゃうんで、エンコーダーではなくちゃんと枠で配信するためにちゃんとここのストリームキーを使うっていうのが肝でございます。でこちらの枠なんですけども、まあ私のおすすめ設定またちょっとご紹介していきたいと思います。はい。でもストリーム URL とかは大丈夫でございます、使わないです。で、ライブ配信の遅延、こちらなんですけども、通常遅延と低遅延と超低遅延っていうのもあるんですけど、低遅延でいいと思います。通常の遅延だとですね30秒ぐらい遅れるんでコメント拾えなくなっちゃうんですよ。で超低遅延にすると今度画質が悪くなっちゃうんで、普通の低遅延が一番いいです。もうこれ一択でいいと思います。はい。で自動スタートを有効にする、これは有効にしてもいいです。で有効にすると、OBS の配信スタートしたらそれでもうスタートになっちゃうということになります。ピッと押しとくとね、私もこれ有効にしてることが多いです。で自動ストップはですね、OBS の配信切った後にここら辺に表示が出るんですよ、配信ストップしますかっていう。でその二重ストップにしといた方がいいかもしれません。はい。これはまあ人によるんで、 OBS ストップしたらストップしたいっていう方はこちら有効にするといいと思います。はい。これはもうお好みでいいと思います。で360度動画はオフです、やんないと思いますんで皆さん。はい。でこちらもオフオフで OK です。でこれでもう私のおすすめ設定がもう全て完璧になったと思っていただいて結構でございます。 DVR はつけといた方がいいですね。これはあの巻き戻しで配信中に途中から来た視聴者様が前の配信見たい時に今日のスタートから見たいよっていう方が見るためのものなので、こちらはオンにしといた方がいいですね。はい。まあこれ通りにしといたらもう完璧でございます。はい。まあ、結構簡単だと思います。はい。慣れだと思いますんで、はい、慣れるとだいぶ楽で、これを使っとくと本当何がいいかというとですね、まあ一番最初にもですね私ちょっとご紹介したと思いますけども、あの本当にですねこの今後のライブ配信っていう枠、これが使えるんですよ。これめちゃめちゃ重要です。これあるとなしだと視聴者さんが来るあの確率全然違います。本当に
枠立ててるとさっきの通知ボタン、これですね、通知ボタンを押してくれる方いっぱいいるんで、はい、これ押してもらったらもう本当ありがたいんで、で面白いサムネと面白いタイトルつけるとやっぱり初見さんとかもいらっしゃってくれるんで、ぜひぜひ使ってもらいたい。本当に結構私今言ってると思いますけども、本当に使えるんでこれ。なのでこの間言ったストリーム機使う配信のやり方、同期しないで枠を立てるってやり方ね、本当に使っていただけると嬉しい。はい、これはおすすめでございますんで、ぜひねこちらの方使っていただければなと思います。はい、ということで本日はですね、ラバちゃんの YouTube での配信予約枠の立て方ご紹介いたしました。私のね YouTube の配信予約枠の設定、おすすめの設定もねちょっと細かく教えましたけども、まあ私のあくまでやり方なので、ご自身でいいやり方あったらそっちでもいいと思います。はい、ただ私が1年やった中ではあれが一番いいんじゃないかなと思っております。はいということで次はですね、次回のですね、ラバちゃんのゲーム実況のやり方講座はですね、フル HD 画質でもう一番高画質で配信実況できるやり方っていうものをちょっとご紹介していきたいと思いますので、はい、楽しみにしておいてください。もうこれ答えでございます。今私が実際に YouTube で配信やってるぐらいの画質になるやり方っていうのをちょっとご紹介したいと思いますので、もうほぼ答えですね。これ以上フル HD で画質良くなりませんっていうやり方をご紹介しますんで、はいちょっと皆さんね楽しみにしていただければなと思います。はい、ということで、じゃあね皆さん、今日は YouTube の予約配信の枠の立て方をご紹介いたしました。ぜひ参考になった方はね、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん、またヤバちゃんのですねゲーム実況のやり方講座でお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。